エンゼル菅野が爆誕しそうなんだが。海外フリーエージェント権を使ったコンオフのメジャー移籍を表明している菅智之投手について、米情報サイトトレードルーマーズが、今季年俸4億円から4倍以上となる1年1200万ドル約18億2400万円の契約規模を予想し、指揮者の見解としてレンジャーズ、エンゼルス、ブルワーズ、メッツの4球団を獲得候補に挙げた。同サイトは今冬の FA 移籍市場で注目される50選手を特集し、菅野は46位にランクイン、2度の沢村賞など今季までの12年間での実績を取り上げて、 NPB で最も成功した現役投手の一人としてメジャーリーグに来ることになるだろうと紹介し、特に制球力は驚異的とした。似合うユニのどこに行ってほしいは赤に合わねえ。日本時代は大谷より格上だし、エンゼルスのやつら注目しとるやろな。年齢的に菅野に残された時間はないんだから、少しでも勝てそうなチームに行くやろ。メッツやと思うで。菅野も小笠原も懸念はあるが、どちらかで言えば菅野を獲得する方が良い。前へ波を期待して小笠原を獲得すると失敗するのは間違いない。さすがにそこまで高望みする球団はないと思うが、単年ならまあバカ高い年俸もらいつつ挑戦になるし、いいんじゃねえ。そんでぼちぼち以上ならもう1年延長37、38で帰ってきて引退試合、素敵な野球人生や。